はい、おはようございます。何週間ぶり？もうほぼ1ヶ月ぶりの 動画になるんじゃないかなって思っております。はい、今日は2月の26日の日曜日です。はい、今エアコンはつけてなくて、もう部屋17.5度の湿度53%です。で、朝の今10時9分です。で、今日取り付けとはいかないんですけども、ちょっと雪降ってて寒いんで、最近そんな、天候が続いております。今日この頃です。一応まあ、このアンサーバックサイレン、これ以前紹介したと思うんですけども、こちらちょっと配線をすごく延長しております。まあこれもその一部の、配線群になるんですけども、これはどこに行くかというと、マーク X というと、運転席がね、足元キックパネルを外したところに、コネクタが集まってるんですけども、そこに、ロックアンロックの配線が来てます。でも以前ね、これも言ったかと思うんですけども、オートリトラクタブルドアミラー取り付けるときに、あれもロックアンロックの配線が欲しかったんで、そこから、配線から エレクトタップで分岐しております。なので、すぐ、これは取り付けられます。あと、アクセサリーは、まあ、今、デイライトつけてるんですけども、デイライト、アクセサリーと イグニッションと2つ配線がエンジンルームに、回してありますんで、そこから、電源をいただこうかなと思っております。アクセサリーをね。あと、もうサイレン用の配線プラス線と、電源のプラスマイナス、まあ、バッチョクですね。これはもうほぼ絶対もうバッチョクです。室内の、まあ、足元のキックパネルとかそういうところのね、ヒューズから常時電源を取っても動作しないっていう、パターンが多いらしいんで、これは まあ、説明書にも書いてありますけど、バッチョクがおすすめです。で、あとね、これは、紹介してません。これは、TRD のね、傘カバーというやつです。まあ、30センチくらいあるのかな、長さ。で、見ていただいて分かる通り、メイドインジャパンじゃなくて、中華製になってるんですね。なので、中華ではこれが純正オプションであるのかどうのか、ちょっと分かりませんけども、中華製のね。はい、ちゃんと TRD と表記はされております。まあ、これもパチリモンでしょう、これね。で、チャックがこうぐるーっとついてまして、拡大するんだ。で、チャック開けると中はね、水が染みないように、なんかマイクロファイバー生地にできております。なので、濡れた傘をここにスポンと刺しても、染みたりしないということになります。まあ、ここまでね、ここまでチャックを開けといて、あとは傘ズボって入れてからね、漏れることはないという感じです。まあ、でもね、このチャックの、この継ぎ目からね、ジョイントから漏れる可能性はありますけどね。ボタボタ漏れるということはないと思われます。これが、1000円から2000円前後、もう金額を忘れました。大体そんな感じです。で、雪降ってて取り付けできないのが、はい、ベレーの、これあげたっけ？ベレーの2色切り替えね、カラチェンバルブです。で、今、なんだっけ、ニューサイツさんの1万1000ルーメン入れてるんですけども、まあ、HID 屋さんと比べて全然暗いです。ルーメン数は多分1割ですね。なので、最初の方につけてたベレーノさんね、ベレーノさんにまた戻しました。というか、まだ取り付けてないんですけども、天候が悪いんで。これもなんか、つけた時に左右どちらか色が異なる場合が出てくるらしいです。その時はね、なんかリセット方法があるみたいなんで、ホームランプのスイッチオンオフを何回かすると正常に戻るらしいです。今日もね、今日の朝方からちょっと雪降って、今もうこんだけ、まあ、2、3センチ積もりました。またね、
なので、ちょっと取り付けはお預けということになります。非常に、ちょっと残念であります。で、まだまだちょっと紹介してきれないのがあるんですけども、はい、これ。これ何かというと、ラジオのアンテナの FM のね、ラジオのアンテナの室内でもね、室外でも、これ室内とか言ってますが、自分は室外に取り付けるために購入しました。なんでこれを買ったかというと、今のパナソニックのね、この ST、ハーディスクナビじゃない、ハーディスク、ST コンポね。まあ、ST も使えて、ハーディスクも使えるんですけども、これ S、ハーディスクって書いてありますけども、これまあ、このデッキは、ヤフオクで買うて、中の記憶装置は、ハーディスクじゃなくて SSD が入ってるみたいです。ちゃんと確認しました。SSD の 120GB だっけな。って入れてくれたみたいです。前の出品者がね。なので非常にいいです。で、こいつがね、FM の電波が非常に悪いんです。NHK FM はクリアに入るんですけども、普通の FM だと、自分ここでいつも寝てるんですけども、この角に立ってラジオ FM のね、ローカル番組聞くと、もうステレオでは入るんですけども、ステレオプラス雑音が混じって非常に聞けたもんがないんですね。だから、このアンテナを、これ一緒にかっこいいなと思ってね、買ったんですけど、下、このマグネットベースになっております。こんな感じ。なので、これもね、ちょっと、あんまり雨風にすると錆びるんじゃないかなと思ってはいるんですけども、取り外しできるとこあるんで、ねじ込みになってて、こういうとこはコーキングで埋めたいと思います。で、どこに取り付けようかってもう考えてるんですけども、そこのね、エアコンの室外機の上にほとんど立てようかなって思っている次第です。まあ、配線自体はね、そこからずーっとこう、はわして、これですね。これ来て、外に出ています。外に出てて、この、まあ、開けるとあれなんで、横にロットアンテナがついてます。で、ロットアンテナの多分電波が完全に、受信できない感じなんで、こいつを購入した次第です。これいくらだったかな、もう忘れました。はい、ちょっと期待してる皆様申し訳ないんですけども、この2月頭に買った LED 懐中電灯、6000メートル届いて、まあ6キロですね。で、ルーメン数が50万ルーメンって桁外れの、懐中電灯。これちょっと、最近仕事で、これちょっと言い訳じゃないんですけど、本当に仕事が忙しくて、夜8時とかそういう感じで、まだ仕事してるんで、なかなか撮影に行ける、時がないので申し訳ないんですけども、これはもうちょっと待ってください。まあ、3月入ったら、撮影できると思うんですけども、今はちょっと夜遅くまで残業続きでやってるんで、なかなか撮影できる時がないです。申し訳ございません。で、あとはもう一個かな、このドラレコ。今はちょっと親父のドラレコがすぐ画面が消えちゃうってことでね、今ちょっとサイズを設定し直したら、スクリーンセーバーがね、これじゃないですけど、今ついてるやつね、スクリーンセーバーが1分に設定したって、それですぐ画面が切れるという症状だったので、それをその機能をオフにして、あとバックランプがつかないということで、片方がね、左が切れるということで、とりあえず左右逆に差し替えて、それで切れるようでしたら、まあしばらくね、様子見ていただいているんですけども。それであかんようになったら、また LED バルブ、バックランプを購入するということになっています。なので、まあ、このせっかく買ったアキーヨさんのね、ドラレコ、ちょっとまたしばらくお蔵入りになると思います。まあ、今のやつが完全に壊れたわけじゃないんで、あれでいこうかなと思います。非常にこんなこと言ったらめんどくさいんです。リアカメラ、配線持ってくるのがね。で、これは全然動画に上げてないですけど、親父のカローラフィーターのドラレコ取り付け風景は上げてないんですけども、
車両からバックドアに通じるための、配線、純正配線通って蛇腹ありますね、ゴムの。あそこ通すのが大変なんですよ。あそこで何分ぐらい、5分か10分ぐらい格闘した記憶があります。なので、なんかもうああいう作業はもうしたくないかなって 思ってきております。まあ、いつかはね、多分あれも、多分もう、ドラレコもあかんと思うんですけどね。まあ、いずれはこいつに取り付けます。で、あと自分用ね、ニコマクの ASJ3 Pro のこのデジタルインナーミラー。まあ、ミラーに引っ掛けることもできるし、オプションでね、これはオプションでついてるんですけども、純正ミラー、交換タイプにすることもできます。2タイプはできます。まあ、これもね、またおいおいということで、ちょっと眠ってもらってます。こんな感じで、とりあえず、動画に上げてない、商品紹介のちょっと説明を、させていただきました。まあ、まだまだちょっと上げてないやつもあるかもしれませんけども。また取り付けます。で、LED の懐中電灯はもなるべく早く、レビューしますんで、ちょっと待っててください。あと、自分的にちょっとマーク X 系なんですけども、マーク X、もう ショックアブソーバーがね、今左後輪が非常に低いんですね。なんでか知らんけど。なので、そこだけ交換すると、また他がね、まだいずれおかしくなってくると思うんで、まあ、前の人がどういうふうに乗ってたかわかんないんでね、どうせなら4本ともね、交換しようかなって今、ちょっと思っております。で、マーク X も、まあ、純正採用されている、KBA カバヤ。カバヤって言うのかな？ KYB か。カヤバか。カヤバ。カヤバっていうメーカーが、一応マーク X のショックアブソーバー作ってるメーカーみたいなんでね、ネットとか見たら、カヤバって書いてあったんで、カヤバ製の、購入したいと思います。カヤバ製の、ニュー SR スペシャルかな。それが一番安くて、なんか性能が良さそうな安価なタイプですね。別に安いのでいいんですよ。でもまあ、4、5万はするんかな、確か。アマゾンでも。まあ、安い方なんかちょっとわかんないですけども、そういう足回り系って全然わかんないんでね。で、まあ、これをまあ購入する前にディーラーにちょっと聞いて取り付けしてもらえるかどうか。まあ、社外メーカーなんですけども、同じメーカーもんが純正採用されてるんで、まあ大丈夫だと思うんですけども、買ってさあ取り付けてくれって言ってもね、やっぱダメです、できませんとか言われるのがオチなんで、ちょっとまあ聞いてから、それで OK が出れば、購入して取り付けてもらおうかなと思っております。まあ、工賃も結構かかるな。3万ぐらいかかるんかな、俺分からんけど。そんなのスタンドで取り付けてもらったからまだ安いかもしれませんけどね、ディーラーよりも。あと、まあ、ショックアブソーバー取り付けついてって言ってはなんですけども、去年、いや、一昨年か、もう一昨年になりますかね、リアバンパーにつける、デュフェーサー、中古で買ったんですけども、1万円ぐらいで、純正オプションのデュフェーサーをも一緒につけてもらおうかなって思っております。この際なんでね、どうせ取り付けに時間かかるだろうし、まあ、一石二鳥でやってもらおうかなと思っています。結局ね、自分でするとバンパー取らないといけないし、穴も何十箇所と開けていかなきゃダメなんですね。そしてまあ、これも上げてますかね、これ。トヨタレクサス共通のパーツ、松山機工さんが作ってるクリップですね。これも、内側からロックしないと、入れないとね、ロックできないんで、これでディフェーサーを止めるって感じになります。
もう天候が悪くて何もできない。昨日は昨日で土曜日仕事やし、今月なんか仕事多いな土曜日。まあそんな愚痴言ってても仕方ないんですけどね。はい、ではちょっと今回の取り付け動画じゃなくて、買ったけども動画レビューしてないパーツとか、あと、まあ、足回りの話ですね。これのちょっと、紹介をさせていただきました。まあ、まあ懐中電灯はねなるべく早く、レビューしたと思うんでまたよろしくお願いいたします。最近はねちょっと寒くてね、仕事終わってもなかなか撮影行けないんで申し訳ないんですけども、時間を見つけて、やっていきたいんでやっていきますんでよろしくお願いいたします。はい、ではね、今回の動画ちょっと喋り動画でもね、もう今16分になりましたね。ちょうど16分になってあんまり長いとね、皆さん飽き飽きする頃だと思うんで、そろそろ、動画終了したいと思います。はい、まだ取り付けできてなくてまだまだありますけどね、これからちょっと少しずつ、天気になってきてね、春になると暖かくなるんで、その時にまたちょこちょこっと取り付けていきたいと思います。ナビがやっぱり一番最初にしないと、あれですね、一番めんどくさいんで、チリチューナーつけな感じ。はい、では、ご視聴ありがとうございました。非常に長いお話動画でしたけども、お付き合いいただきありがとうございました。では、ご視聴ありがとうございました。福井302でした。